はい、皆さんこんにちは、シマウマです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりのガレージからの元ブログ、元ブログって言えるのかどうか分かりませんけど、この SL230 をね、少し触っていこうかと思ってます。で、作業内容をやることはですね、 AI キャンセル、いわゆる二次エアの、キャンセル、システムのキャンセルですね、はい、取っ払います。これ映りますかね、ここについてる部分があるんですけど、これを取ります。はい。で、作業内容というか工程としてはですね、まあこれネジ外して取るだけなんですよ。まあ古いバイクなんで一番心配してるのはですね、ボルトが緩むか。はい。その辺ですね。二次エアをキャンセルすることによって、まあ低速トルクがアップしたりですね、まあ軽量化、見た目すっきり、そしてまあマフラーからのね、パンパンというアクセル戻した時に出る音が軽減されたりするみたいですね。はい。まあ私が一番目的としているのは低速トルクのアップ、まあその低速でアクセル開けた時のね、突き、その辺が良くなればいいなと思ってます。それで、なんで二次エア、AI がついてるかっていうとですね、まあ、エンジンの中で、全部ガソリンが燃えるわけじゃないんですよね。当然、失火もしてますから、未燃焼ガスが出るんです。で、それがそのまま大気中に放出されるっていうのは、あまり環境によろしくないということで、まあ、このシステムがついてるんですよ。はい。だから燃え残りのガスをもう一度燃やしてしまおうっていうそのシステムなんですね。はい。まあこれをキャンセルするっていうことについては、賛否両論あるかと思いますけど、まあ今回は作業していこうかなと思ってます。はい、タンク外しました。で、その二次エアのシステムっていうのがこれですね。これ一式で、向こう側にパイプがつながってるんですけど、これを取っちゃいます。で、これはこのフレームにですね、ここのボルト2本で止まってますんで、外していきます。で、次はですね、これが向こう側につながってるんですけど、こことここの2本のボルトで止まってます。で、これを外して、もうこの、パイプごと外すんですけど、 AI キャンセルプレートはここが穴開けるので、ここにつけるんですね。で、これは単なるステーなんで、これとこれを外していきます。で、これは 8mm、 まあここは干渉しないんですけど、こっちはね、こう干渉するんですね。なので、まずこれちょっと緩めますか。なんかこの辺が心配なんですよね。お、余裕で緩んだね。で、ここはこれ危ねえな。よっしゃ、なんか OK ですね。でですね、先にお見せするの忘れましたけど、はい、こんな商品ですよ。開けてみますか。中に入っているのはこんなゴムのキャップが、サイズ違いが2個と、オーリング付きの蓋ですね。
で、これがここにこう、はい、つきます。これが外れるとこんな形ですね。はい、ここから要は未燃焼ガスがこのパイプを通って AI システムの中に入る仕組みになってるんですよ。はい、ですね、まあちょっとマイクトラブルというか接続ミスでですね、ちょっとここから音声が入ってないのでナレーション入れようと思います。今ですね、 AI プレートを乗せてこれからボルトで止めていきます。まあボルトにはね、スレッドコンパウンドを塗って一応かじり防止はしてます。はい、これでキャンセルプレートがつきましたと。でもう片方こちら側ですね、ただステーの穴なんで、一応穴開いてるのも嫌なんでついていたボルトを入れてあります。そしてここエアクリーナーボックス側の、はい、ホースがこれ AI キャンセルのシステムにつながってるんですけど、これをエアクリーナーボックスのところで抜きます。でエアクリーナーボックスのところの開いた穴にですね、付属のキャップをつけてバンドで固定します。はい、反対側ですね。でこれ AI キャンセルにつながってるホースを抜いたんですよね、とりあえず。で本体システムを取り外します。はい、これで抜けましたと。それでですね、まあこれがまあその抜いた本体ですね。まあなんてことはない、これだけの部品なんですけどね。で、T 字の、ジョイントでインシュレーターとキャブレターの方につながっているホースを外してですね、でその T 字のプラグのところに、ジョイントのところにですね、キャップをかぶせて、めくらにしてます。はい、それでタンクを戻してサイドカバーを戻して終了ですね。はい、番外編でですね、おまけ、はい、これ AI キャンセルなんですけど、蓋を外すとですね、中身またパッキンが入ったプレートが入ってまして、これをよいしょ取るとですね、こんな感じですね。これ普通に金属の板、はい、中こんな感じになってますね。うん、スプリングが入っていて、スプリングが入ってるってことはこれがこう弁が開くんですかね。うん、まあ二次エアの中はこんな単純な構造になってます。はい、テストに出てきました。お、スポークちょっと磨いただけだけどまだ保ってますね。これ動画ではあれだって言ったけど、まあちょっとは錆びてるけどなんとなくまだ光ってるはい、二次エアキャンセルしてね、出てきました。これね、うん、まあ確実に変わってますよ。はい、そう、それでどう変わったかっていうと、まあ低速トルクがまあすごくアップしたっていうよりも、アクセルを開けた時の突きが良くなりましたね。うん、そう、ガッとやった時のが、今までなんかね、こうなんて言うんだろうな、すごく感覚的な言い方で申し訳ないんですけど、もっさりっていうのかな、ぼわっていう感じうーわっていう感じ、まあ、それがねダイレクトにウォンっていうような感じになりましたね。うん、これだから慣れたらこっちの方がやっぱ乗りやすいでしょうね。こう一瞬のタイムラグというか、うーわっうーわっていうのが、なくなって、わっていう風にね、うん、
まあそれはあのこういうシングルの短気筒のこのね、結構年代物のエンジンですから、こうすごくレスポンスがいいわけじゃないですけど、それでも出だしのアクセル開けた時の感じは、はい、変わりました。これやってよかったかな、やっぱりな、うん、まあいずれはとずっと思ってたんですけど、まあ、あの以前も動画で話してますけど、うん、ちょっとずつやりたいタイプなので今更って言わないでくださいね。よいしょ、ちょっと走ってみる。うん、このね、この最初のこの感じが、ほら、ね、うん、月がいいもんな。まあそんなことです。はい、SL230 ね。ニジエアキャンセル、まあ今風で言うと AI キャンセルっていうんですかね、うん、はい、誰かの何かの参考になれば幸いです。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは。